はいえー、どうも皆さんえー、こんにちはなぐもですはいどうもです <laughs> えー、今回はねあのー、ちょっと久々にモッド紹介をやろうかと思いましてえー、実はちょっと今回ねやるモッドなんですけれどあのー、まあ ちょっとステージみたいなものが欲しいなと思いまして、はい、あのー、コトーボーイこと私、はい、あの、新規マップを制作すると、7割がコトーが出るという、あのー、ちょっとね、そういうちょっと生、あのー、ちょっとそういう生放送的なものでも、ちょっと有名なんですけど、あの、一発でコトーを引き当てました、はい、嬉しいような、悲しいような気持ちです。<laughs> はい、ということでね。 あのー、ではね、この今回は、えっ、ー、と、ことを使ってね、ちょっとね、えー、と、あるモッドの紹介をしたいと思います。今回ね、紹介するモッドは、MMD モッドと呼ばれるものです。こちらの、えっ、ー、と、MMD モッドは、えー、以前私が、あの、やった、リアルを目指して、マインクラフトの時に、えー、行ったモッドとはまた別のモッドとなります。はい。で、 まあ大まかな特徴で言いますと、MMD モッドと、え以前私が使ったモッドとの違いは、こちらの MMD モッドは、え動かすことができません。というか、私が故意的に動かすことはできず、えー与えられた動きしか、あの、できません。例えば、あの、こうやって歩いて、採掘して、こうやって壊して、っていう、言ったようなことは一切できません。 本当に鑑賞用と言った方がいいですかね。インテリアとして、えー、使用するものです。これがね、こちらが、えっ、ー、と、その MMD、MM、モッドのえブロックとなります。で、えっ、ー、と、このブロックを使うために使用するレシピがこんな感じになってます。 あのこれ MMD モッドの使用かどうかわからないんですけれどあのクリエイティブでどうやら出せないのかなちょっと私の方では出すことができなかったんですけれど、えー、そういう方がいると思いますのでこのレシピあの覚えておいた方がいいと思いますこのレシピを覚えていないとおそらく、えー、ま使えない場合もございますで、えー、このレシピを元に制作すると、えー、こちらの MMD ブロックというものが、えー、作られますはいでねこちらの MMD ブロックなんですけれど、えー、主にね あのー、どうするかと言いますと、本当に置いて、置いて、こんな感じに置いて、えー、こういう画面が出てくるので、ここで設定をするだけと、えー、言った感じになるんですけれど、あのー、初期の状態でおそらく、ここ、何もしても、あのー、何も出てきません、ここにね。今、ちょっとミクさんがこう、こっち側にすごい見てますけど <laughs>、えー、出てきません。ということなんで、えー、っと、まず、あのー、このやつをできるようにしましょう。まずはね、設定でね。はい。 はい。えー、では、いつも通り私の、あのー、おそらく動画見てる方ならわかると思いますけど、えー、appdata.roaming.minecraft です。はい。入れるモッドは、えー、これだけで OK です。 不具合は起こるかもしれないので、えー、私の方では保証はできません。これはね、あのー、なんだっけ、持つフォルダーの中にボンと入れるだけ。はいえー、そうすると、ここに、MM、MMDE、えー、リソースと書かれているものが、おそらく書かれて、あのー、出てくると思います。一回ね、マインクラフト起動しなければ、あのこのモッドを入れた後にマインクラフト起動しなければできません。はい、で、えー、そうすると、えー、今現在私こんな感じに入れているんですけど、わ、えー、かる方はいるかな MMDE においては、おそらく3つの鉄則があると思います。いつもね、MMD を使うときに使用するのが、モデル、モーション、ステージ、えー、そして BGM、WAV ですね。WAV と呼ばれるもの。えー、この4つがね、主にあの使用されるんですけれど、今回はこのステージというものは、えー、必要ありません。ステージはね。えー、なので使用するのは、えー、モデルと、えー、BGM と、えー、また、あの、これですね。えー、スタンドといって、あの、なんて言ったらいのこれ <laughs>。えーっと、 このモーションだけです。この3つを、えー、この MMD リソースの中に、えー、入れるだけで、えー、簡単にできてしまうというもんなんですね。はい。えー、とこ、ここまでの、ね、やり方はね、ちょっとあの私の方では今回はやりません。あの、いちいちフォージから、フォージは1.7.2のものを使用します。はい。1.7.2のものを使います。これ以上はちょっと言えませんのでね。で、あの、もちろん注意事項とかがいっぱいあります。えー、その他にも、あの、さっき言った、この、モッツホルダーの中に入っている、えー、こちらですね。 これの他にも実は別途で、えー、マ,イマイクロソフトのなんかそういろいろ設定をしたりするんですけどその辺は自分たちで見てください、はいえー、とにかく、えー、とこのような状況がね、あのー、作れましたら、あのー、モデルは何でも好きでもいいんですけどただね、1つ注意してほしいのが、えー、モデルをやるにおいて PMX と呼ばれるものと PMD と呼ばれるものがあります 確認する方法は、ここの、えー、フランドールスカーレット、私が今回使うのは、まああの、ちょっと別のキャラクターなんですけど、えー、例えばこのフランドールスカーレットでしたら、ここに、これですね、ここ、PMX と書かれてますよね。この PMX、えー、と書かれているものでなければ使用ができません。あのー、基本 MMD は PMD と PMX の両方がありますので、PMD と書かれている方は使用できません。 またね、えっ、ー、と、こちらの BGM なんですけど、BGM、あのー、BGM も、えー、こちら、はい。見てもらうと分かる通り、WAV。WAV と書かれているもの以外は使用できません。MP3 や、えー、ORG だっけ ?ORG などは、えー、使用ができません。ということですね。えー、とにかく、そんな感じで初期設定してください。はい。で、えー、そしたらね、まずは初期設定をしましたら、えー、今度は、あのー、なんだっけ、ちゃんと、あの、動くようにしたいと思います。はい。 で、えー、動く、動かす方法なんですけれど、まずはね、レッドストーンをここに、こんな感じにやってください。ちなみに、ここで注意する、あのー、においては、えー、ボタンなどを使用すると、非常に、あの、後で厄介なことになりますので、必ずレバーで行ってください。そしたら、えー、レバーで行いましたら、ここを右クリック。そして、えー、このような画面が出てくると思いますので、えー、上から、モデル。で、えー、ここは、あれですね。 あのモーションの「立ち」でこちらがモーションの「動いている時」でこちらが、えー、音楽ファイル、えー、このよ4種類となってます。 で、えー、ここであの重要なのが、まずはモデルファイルのところ、ここ PMX って書かれてますけど、ここをまずはセレクトして、そうするとね、このようなものが出てくると思います。今回はね、あの私のよく使っているモデルの、えー、クル・ラトナさんこと、えー、クルーさんを使用するようにします。はい、そしたら今度は、えー、モデルが動いていないときですね。MMD は,い MM、D はあの皆さんご存知の通り、立ちと動き、えー、この両方がありますね。立ちっていうのは何も動作してないときの、えー、もの。でえー 動いているときがね、あのー、動いているときです <laughs>、まあ。大体その辺分かってください。でこちらは、えー、全く MMD を動かさないとき、要はあのデフォルトのときという感じになります。そ,そこに まずは、えー、好きなモデルを、モーションを入れてください。例えば、えー、もう筋肉ムキムキみたいな、このねあの、マッチョマンポーズみたいなのにしたければ、えー、マッチョマンポーズみたいなのにしてください。あのこれはねあの、自分でダウンロードしていただく必要があります。今回はね、スタンドと呼ばれる、えー、モ,ーションあモーションを今回使用します。で、こえー、今度は動かすのが、今回、ハッピーシンセサイザーの、えー、モーションとなってます。はい。で、えー、オーディオファイルはね、ちょっと、ね、今回、都合により出しませんけど、あのちょっと重くなるって、 っていうのがありまして、あの別撮りであのこんな感じにできますっていうのはあの後で言いますので、はいえー、そしたらアプリを押してください、はいえー。そうするとね、こんな感じになります。はいこんな感じで映、ね、ります。ちょっとね、やっぱりね、あのー、文字抜けみたいな、あ文字抜けってか、モデルの場所が抜けてたりしますね。でちなみに、あのこの大きさがすごい気に入らないって場合は、ここで大きさを調節することもできますね。例えば5.00。 5.00なんてやるとどうなるんだろうおお、でかい <laughs> こんな感じで、えー、巨大化させることも、えー、可能です。ちょっとね、口元が、口元が真っ暗になっちゃうんですけど、えー、もちろんね、あの、ここで、えー、なんだっけ、あのー、物理演算を、あのー、法則をちょっとこうやったりとか、あと、ここをやると、モーションのスピードを変えることができますね。あの、実際ちょっと踊らしてみたいと思います。いきます。 こんな感じですね。で、実はね、ワブを入れるとちょっと遅くなるんで。はい、こんな感じで、えー、あの、皆さんご存知の、ハッピーシンセサイザーのね、あの、踊りを、踊る、踊れます。まあでもこれ360度好きな角度から見れるっていうのも、あの、この、あれですね、えー、モッドのいいところですね。こんな感じです。はい、えー、そしてね、もうこのスピード気に入らんって方、このスピードが気に入らないって方は、えーっと、こちらの方をいじっていただくと、 スピードを、じゃ、5.0にしましょうか。ちょっと早いかな。で、このアプリというボタンをね、押していただくとすぐできますので、はい。そしたらこんな感じ。<laughs> ちょっとちょっと早すぎだね。<laughs> はい。えー、で、ちなみにこのもうこ、止めたいって場合はね、このままポチッと押していただくと、えー、すぐ動きが停止します。で、もし、さっきのところで、じゃあ、ちょっとハッピーシンセサイザーの、ここをね、間違えるとどうなるかっていうと、ここで、ね、 ここを、あの、スタンドではなく、え、ね、え間違えてハッピーシンセサイザーのモーションやっちゃったっていう場合ね。えー、そうすると、ええー、どうなるか。こうなるとね、こういう設定をしちゃうと、こうなります。あの、アプリをもう押した時点で動いてしまいます。こんな感じで。はい。こんな感じでね、まあ。アプリを押した時点で動きます。で、ここはもう一切、あの、関係ありません。ここもほら、ちょっと、あの、 停止するかしないかみたいな感じなんであの実際はちょっとねあの <laughs> あんまり関係なくなってしまうというのがね現状となりますなので、えー、くれぐれもねここをここはまずはスタンドあちょっと待ってこれ,これ一回切って、えー、ここはねまずはねスタンドにしスタンドみたいなこうストップモデルというもあストップモーションを、えー、使いましょう ストップのね。だから、あの、動きが止まるモーションですね。あのー、たとえ、あのー、あれですね。えっ、ー、と、MMD をダウンロードすると、えー、こんな感じで、一番最初にねついてくる、えー、モーションがございますので、それを使用してもいいかもしれませんね。あのー、モーションは、最低でも2つはやっぱり必要となります。今回、あの、使用したモーションは、えー、こちらの見ての通おり、えー、ハッピーシンセサイザーのモーションと、えー、スタンドのモーションを、えー、使用してます。はい。この2つですね。 えー、なので、えー、くれぐれもここを気をつけていただきたいということですね。どっちか一つとか、えー、そういうのダメです。またね、動くモーションと動くモーションを使用してもダメですね。例えば、ハッピーシンセサイザーのモーションを、ここに、こっち側に、ハッピーシンセサイザーのモーションを入れて、こっち側にね、この今、セレクトって書かれている。で、上の方に、えー、 ER ファンクラブのモーション入れたりとか、それをしても、あの、勝手に動いてしまったりするので、気をつけてください。で、音楽を入れたい方は、ここでね、セレクトを押していただいて、えー、自分の好きな、えー、やつを入れていただくれば、えー、音楽が流れます。で、音楽の音量が気に入らないという方がいたら、えー、こちらの方で、こちらの方でね、あの、自分で音楽の音量を変えることができますので、ただ、あんまりでかすぎると、本当にでかいので、気をつけてください。0.6でもそこそこでかいです。はい。 で、えー、こちらの方でね、あの、さっき、ここを見てもらってわかると思うんですけれど、ちょっと暗くなってしまうと、はい。でね、このなんか、もう、ひげみたいな感じになっちゃってる。おひげ、おひげみたいな感じになっちゃってるんで、えー、こういう場合は、MMD のボタンを押していただいて、ライトをオフにしていただくと、若干だけど、緩和されると思いますという感じですね。ここ、ここをまずこうやって、ここをオフにして、で、アプリを押すと、 まあ若干ではありますけど、緩和される場合がございます。例えば、この正面から見ると、ちょっと、ちょっとちょびひげみたいなぐらいになりましたね。まあ、この、こんな感じで、自分のお気に入りな風の MMD モデルを、まあ、ちょっと踊らせてみてください。はい。えー、こちらのね、動画の URL に、あの、実際に踊らしたハッピーシンセサイザーを踊らせたえ動画を、また別にえ投稿いたします。 あのまあ、理由としてみては尺が長くなってしまうのとあと重くなってしまうのとあと説明中に音楽が、えー、ちょっと一回撮ったんですけど大音量で音楽が流れてしまってあの私の音声が一切聞こえなくなってしまったっていうふあ,のあれがあるので、えー、っとちょっと音声調節が難しいのでこのもっとは、えー、別の動画にあ、えー、げますので、えー、よろしければ URL この動画の URL から見てくださいご視聴ありがとうございましたバイバイ